ハインケル HE280 は第二次世界大戦時、ドイツのハインケル社が開発したジェット戦闘機。HE280 の三面図、ハインケル HE178 によって、ジェット機の世界初飛行を成功させた。ハインケル社は引き続き、世界初の実用ジェット戦闘機を目指した、ハインケル HE280 の開発に取り掛かった。機体は、 大型化に伴って2発のジェットエンジンヘス8を両翼に下げたエンジンポットに収納する形となった。武装として 20mm 機関砲3門を余裕のできた機種部分に装備した。1941年3月30日、ジェット推進による初飛行に成功。ハインケル社の自信作であったが、本機の採用を阻んだ最大の衝撃は、エンジンの実用化に手間取ったことにある。 初期の実験飛行ではエンジンの燃料漏れによる火災を恐れたためカウリングを外して飛行した記録写真も残っている。ヘス8は水力不足と信頼性向上を一向に果たせないままであった。何よりヘス8の稼働保証時間は実にたったの1時間に過ぎず使い捨ても同然のエンジンであった。これでは1942年当時の空軍の評価が 得られなかったのも当然と言えるついにハインケルはヘス8を見限って、BMW-003 に、さらにその開発が滞っている状況を見て、ジュモ -004 へと搭載エンジンを切り替えた。しかし、ジュモ -004 は遅れて開発された、メッサーシミット目262にも搭載されるエンジンであった。HE280 はジュモ -004 が実用化されるのを待ってしまったため、 開発で先行していた優位を失い目262と直接比較されてしまうことになる。目262は本機よりも優れた性能を示し、本機の正式採用は見送られ、試作のみに終わった。また、空軍はハインケル社を攻遇せず、戦闘機開発に関しては特に礼遇していた点も見逃せない。なお、機体のスタイル自体はレシプロ機とか割りばいしないが、 圧縮空気による、射出座席や以降のジェット機のスタンダードとなる全車輪式を試作1号機の時点で既でに備えていたなど、コンポーネント構成の面では、目262を圧倒しており、後の時代を先取りする機構を採用していたことは、特筆に値する。ありがとうございます。